池田ひろき選手にお話を伺ってまいりたいと思います。さあ皆様お持ち帰りですので早速お呼びしたいと思います。池田ひろき選手です。どうぞ。ようこそお越しくださいました。もうね、あのトークショーの時間が近づくにつれてたくさんの方が前を陣取ってお待ちかねです。今日はね、お休みのところお越しいただきましたけれども、年末やっぱり忙しいですか？忙しいですね。そのお時間を縫ってお越しいただきましたが、先ほどのトークショーはちょっとあちらの方で聞かれてたようで。はい、聞いてました、しっかり。反論はありますか？ありますね。例えばどのあたり？いや、私も末っ子なのかもしれないですけど、あれです、姉の権利を振りかざしてます。逆に、はい、やっぱり双子でもそういうのってあるんですか？はい、ちょっとずつですけどね。でも本当に仲良くて羨ましいです。 ありがとうございます。お休みの日も一緒に出かけたりとかされるんですか？あ、大体一緒に出かけてます。じゃあもう本当にレースが被ってない時ももちろんありますけれども、被ってたらもう四六時中一緒に行ってる。そうですね、大体。はい。どんなところに出かけたりするんですか？その日の夕飯の買い物とあと、まあ買い物とかですね。はい。なんかね、さっき同じものをたまたま買ってきてしまうこともよくあるなんてお話が出てたんですが、やっぱり趣味とかも似てるんですか？似てますね、はい。洋服の趣味とかも、はい、洋服やらいろいろ。あ、じゃあ、あのよく小さい双子のお子さんとかにご両親がお揃いの洋服を着てたりすることがありますけど、はい、偶然にそうなってしまうみたいな。あ、でも本当に一緒のは着れませんね、もちろん。一緒には、はい、ちょっと目立っちゃいますもんね。はい、ちょっと変態になっちゃいますもん。いくら仲がいいとはいえ、はい、気持ち悪いんで、はい。でもね、本当になんか楽しそうですごく羨ましいですけれども、あの喧嘩とかしないんですか？あの子供の頃は毎日してましたけど、もう大人になってからは しないですね、はい。では先ほどあの明美選手にも同じ質問をしましたが、どんなお姉さんですか？あれ、それ選手としてって言いましたっけ？全体的に、全体的にプライベートも含めて、あれです、お姉ちゃんになろうとしてるお姉ちゃんっていう感じです。はい、はい、後ろで笑ってらっしゃいますけれども、はい、ちょっと頑張ってる。そう、頑張ってます。末っ子的には、末っ子的にはじゃあ甘えれるところは甘えようかなっていう。うまいことを、はい、ちょっとそのあたりも利用して、はい、そうですね。お休みの日も、ね、一緒に過ごされていることも多いということなんですが、なんかちょっと後ろの方でいろいろ言ってるみたいですね。あのバラバラに行動するときはお友達とかも同じ被ったりとかしてることも、ね、友達も全員被ってます、はい。なんか静岡支部もすごく仲がいいイメージもあるんですけど、支部のまとまりとかはどうですか？すごくいいと思います、はい。やっぱり支部のみんなと出かけることも結構多い。あの、まあ、仕事も絡んでくるので、絡むというかその斡旋が、まあ、暇だったら遊びに行ったりとかもしてます。あの今妊娠中のマキちゃんとか遊びに行ったりとか、はい。なんかあのその中島マキ選手のブログでお姉さんのケーキ屋さん、あ、はい、宣伝されてましたね。 ありがたいですね。お料理のね、先ほどあの一緒にご飯の買い出しに行くなんて話もありましたけど、お料理は得意なんですか？いや、普通にしか作れません。そんななんか凝ったのとかは、まあ時間かかるのはあんまり作りませんけど、はい。2人で料理したりも、あ、やるときは2人で、まあ、どっちかが本当に死ぬぐらい疲れてるときは、あのどっちかが寝てていいよって言って作りますけど、1人で。2人いたら2人で作ります。まあ、女子リーグとかだと汗をかぶることも多いと思うんですけど、アセンがバラバラの時ってあんまり合わない時とかもありますよね。あ、まあ1ヶ月ぐらい合わない時とかも、まあ、たまにはあります。寂しくなったりします？あ、なんかこう話したいことがいっぱいあったりしますね。アセン中だとね、話もできないですもんね。はい。じゃあそれが溜まっちゃうことも、はい、で、そのうち忘れちゃうんですけどね。
じゃあやっと会えたっていう時にはあれ何だったっけ、そうですね、喋ってるうちに思い出すけどみたいな感じですね、はい、いろいろとね、プライベートのお話も伺ってるんですが、先ほど明美選手にも聞きました、今後の目標なんかはどうですか。もう本当にそれ明美と被るんですけど、まあ、さっきまだエリちゃんが走ってくれたんですけど、本当に SG に出たいと思って頑張っているんですけど、その目標がもうちょっと明確にしっかりできたので、いっそいっそ前節天ヶ崎は行けてなかったんですけど、しっかりまたいっそいっそ頑張っていきたいと思います。次は12月23日から小島の女子リーグですね、はい、こちらもお二人での斡旋、はい、一緒に入室、まずは、はい、そうワンツーしたいです、優勝戦で、はい、これまでもね、女子王座や女子リーグ戦一緒に優勝戦に乗ってる時とかもありましたけど、そういう時ってやっぱりいろんな意味で注目を集めると思うんですけど、お気持ち的にはどうなんですか。普通の優勝戦より緊張しないですね。逆にリラックス。そうですね、はい、もうギレースみたいで、ええー。いや一応真剣ですよ、真剣ですけど、気分的にはいつもよりは楽ですね、楽しもうっていう感じですね。一着を目指しますけど、はい、なんかパワー2倍っていう感じなんですかね。そうなんですかね、1.5 倍ぐらいじゃないですか。 1.5 倍ぐらい2倍にはならないけど、はい、はい、じゃあぜひね、この小島の女子リーグでも優勝戦に一緒に乗って、その 1.5 倍のパワーでワンツー決めてください。はい、ありがとうございます。ではですね、たくさんの方にお集まりいただきました。ちょっと名残惜しい気もしますが、最後にファンの皆様に向けてのメッセージお願いできますか。いつか SG にやっぱり出たいと思うので、いっそいっそそのいつも一着目指してしまうので、大敗もしますけど、明美と一緒ですけど、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。忙しい合間を縫ってお越しいただきました。それではもう一度大